今日は美味しいところ連れて行くよ。キーロンに来たならば、セインズはキーロンで人気の朝ごはんを食べなきゃね。朝ごはん、あ、お腹減った。いや、まあ、確かにお腹減ってるけど、今日8時集合だったもん。早いよ。ゴーゴーゴー。6時起き、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 6時起き。じゃあ、行こう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 。でも、なになにということで、今日はさゆり、シャオコ、フミの3人でキーロンを巡ります。一体何が起こるのでしょうか。ということで、まずは腹ごしらえにシャオコのおすすめのこちらの朝ごはん屋さんへ。お久しぶり。セッタと足を。あ、シッタ、待って。いつ茶見よ、天堂は。全然知らない。何、ちょっと何。就是要吃一次茶。待って、一旦我来，一旦是什么？待会你们。すぐわかるよ。こちらのお店はキーロンでは有名な人気店。開業60年でオーナーさんは現在2代目。キーロンといえばこの店と言われるほどキーロンに根付いたローカルなお店。いやー、やっと食えるわ。あ、你好，老板娘，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢。所以这个就是一套十角。そうそう。一套は何？どれが一套？一套は。何が？タンメンとスープよ。が一套。对。就一只。脚。一只脚。个。哎，不，何个？什么脚？什么脚？豚足だよ。猪的脚。でも朝からこうね。哎哇。ちょっと重い。基隆は海辺に面しているから、船着き場で仕事する人が多いんだ。彼らは力仕事が多いから朝からしっかりと食べるんだよ。それこそが基隆朝ごはんの特色だね。ワンコイン朝ごはん。ワンコイン。ポイントは手作り。ってことは、もうこのテーブルも自分で、ちょうどこれとかも電気のあれも全部。殴られたいの？ちょ待って。海のことはさておき、こちらのお店の手作りによる料理は一体どんな味なんだろう。食レポお願いします。じゃあいただきます。いただきます。我觉得老板他们的那个面食的酱料很特别，因为呢一般我们吃干面它是放肉燥，对，但老板他们是用猪油，还有就是葱，油葱干拌面，对。わあ、これが台湾式混ぜそばってやつね。ちょっと違うな、ちょっと意味が違うね。台湾の混ぜそば。台湾式とか言うと怒られる。そうね、台湾の汁なし麺ですね。うわあ、絶対うまいよ。見て音。なんか、はい、日本人が想像する混ぜそばっていうと、なんかジャージャー麺のああいう挽肉みたいなのとかとか、豆板醤の代わりとか、そういうイメージだったんだけど。そうね。フライドエシャロットっていうの。フライドエシャロットだね。フライドエシャロット。これがすっごい美味しい。これの香りがすごい。他にもセットの中にはもっちもちのワンタンの入ったワンタンスープもあるんです。どんな味なんだろう。こっちの方がスープすごいあっさりしてて、あとね、皮がトロトロ。中のね、お肉の味が結構しっかりしてて、ジューシー、旨味がすごいある。だからやっぱり全部ねバランスすごい取れてる。あのね、ごめんね、さゆりこういうとこあんのよ、こういうとこあんの、もう本当にやんなっちゃう、本当に。行きます、行きます、もうそんなわけやん。トロトロ、すごいトロトロ。皮が口でとろけるね、言った通り。で、あのこれのスープなしのワンタンあるじゃん、あれと一緒にこう比べるじゃない。比べると、でもこれ初めて食ってほしいんだけど、スーパーリーの方が味がしっかりしてる。口で粘つかない。食べてさっぱり、噛んでさっぱり入ってくる。美味しさの秘訣は中に包んでいる豚肉のバランスがいいからなんだよね。オーナー、3対8じゃなくて3対7か。自分の言葉に言ってるけど、この人がやってることだからね。よく言うからね。シャオコさん頑張って。さあ、続きまして、日本人としては少し驚きの朝から食べられる豚足とは。弱火で作るんだけど、豚足は洗い、煮込んで味に漬け込み、その後蒸らし、完成するまでにだいたい 2-3 時間かかるよ。わぁ、ハラちゃんの中心やばい、やばい。食べてみて。ピンクのレッグ。ピンクのレッグ。本当に？本当に言ってる？
マジでびっくりするぐらいすごいジューシー。豚の足やね。そんなそんなわけがないでしょ。じゃあもう思った以上に全然脂っぽくないし、あのなんかギトギトした感じ全くないとか、あの新ワイン臭みとか全くない。はい、もうさゆり、さゆり毎回ことがあるからね、もう、まあ、全部大きく言っちゃうのよ。ちょ、ね、これだったら朝ごはんこれね、行きます行きます行きます。この、ね、豚の味がさ、そんな、おうまっうまっこれ。ちょっと、タンタンさ、すごいね。うん、待って、あの油の味全然しない。油が全然ない。メンションとちょっとチンソン。うん、これもさ、なに、自分で作ったと。これは黄色名物、ちくら。ちくわ？ちくわ？ちくら？あのちくわ。ちく、え、どっち？ちく、え、ちく、なに？ちくら？ちくわ？ちくらだよ。ちくら？かけにわって書いてる。ああ、なるほど。おでんに入ってる。おでんに入ってるやつ。もう自分でこれも作ってるわ、すげえな。おいしい。どう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 。どうも。日本のちくわよりも薄い。うん、でもってもうちょっとね、しっかりした噛み応え。わかるわかる、間違いない間違いない。あと何だろう、噛んでて、噛めば噛むほどね、この香り強くない？すごい出てくる。それにすごい出てくる。もう生姜の香りもすごい。あ、うん、ダリ、え、美味しいな。美味しい。ちくはとじくら、名前だけでなく材料も似てるみたいなんです。皆さんもぜひ試してみてください。朝ごはんは食べ終えたことだし、キーランを楽しもう。いやー、行こう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 。ちょっと待った、これら朝ごはんはごちそうしてあげるけど、この後豚足洗うの手伝ってもらいますよ。これじゃなくて皿じゃなくて、不是パンツ、パンツもいいよ。そりゃごちそうになったんだから、3人ともしっかりとお手伝いしてきてくださいな。頑張って。なんざましい。初めて洗うからどうやってやるのか教えてくれますか？こういう風に洗ってケアチがついてなかったら OK だよ。なるほどなるほどなるほど。ケアチがついてないかをしっかりとチェックしながら洗うのがポイント。さあ3人も頑張って。第一次なし。シートチャオ、ピンクレッグ、ピンクレッグ、ピンクの、うわー、うーちゃんず、肌なおや白、うわー、赤赤赤、血がすごい、肌、あ、あ、骨が取れそう、然后表面嘛，对，搓，搓，搓一下。これはですね、摩擦によって、ね、汚れを落とすという状況でございます。サユリンのね、この摩擦のマッサージを受けたい方は、イカのやるエールあるんで、はい、そこからの予約してください。好像没有猫耶。这个是部分是吧？哎，大哥，这个我是洗好了吗？いいよ。やった、完成。ここはいいの？何を感じる？指の間もらうの？綺麗だよ。お、那我洗好啦。OK、谢谢大哥。好像很快耶。まだ一個だけだから。一個だけだから。さあ、三人で力を合わせて食べた分しっかりと働いてお店に貢献してくださいよ。こうして一つ一つ丁寧に洗って作られていることを知ると食べるときにありがたみが増しますよね。ついに最後の一つです。ラスト。さすが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 。やっちゃう。ピックのレッグを押しよ。ピックのレッグを押しよ。本番。職人だ。店員さんに見てもらう。見てもらえますか？洗ったら水を新しくして。なるほど。もう一度？そう、もう一度。さあ最後に水を入れ替えてお手伝い終了。お疲れ様でした。一仕事を終えた一行は朝ごはん屋さんを後に、この後もまだまだキーロンぶらり旅続く。